男生まれだ玉のごとし宮沢賢治いい名だじゃ宮沢賢治と父政次郎でございます賢治の世話は私がするじゃじゃ父親は嫌ですお父さんえ進学したいはいなしてそったとこさ行くのよ人造宝石を優るのすちょっと待て俺は信号に行きます長男の務めは果たさずに何が信号だできねえ俺はもう何もできねえあいつはまだまだ心が弱いお兄ちゃん約束したでねえか大きくなったらもっともっといっぺんお話作ってくれるって遅くなってごめんほらやっぱりあいつは風のまだ三郎だったなトシトシトシがいなければ俺はもう何もかけねえのすその程度で諦めんのか私が宮沢賢治の一番の読者になるじゃだから書け物語を書け賢さんは本当は旦那様に褒められたいだけなのではねえのすか東京の白状門に宮沢賢治の何が分かってよ残念だけど結核だなは賢治は歩き始めたのぞ私にさせてください最後くらいはこの春日本中が涙する無名だった宮沢賢治を支えた父と家族の愛の物語賢治賢治銀河鉄道の父親バカだなお父さんは